はい、それではチーフエンジニアの磯山さんにですね、詳しく狙いなどを伺っていきたいというふうに思います。でまず、はい、このフロントマスクなんですけども、はい、これこういう、なんていうんですか、シンプル家電というふうなお話がありましたけど、はいはい、こういうふうになさった理由っていうのはどういうところなんですか？かなり変わりましたよね。これまあ、うちのコンセプトである上質とかいう方向で見たときに、やっぱりこうメッキを使った加色とかにこだわるんではなく、やっぱり生活に馴染むとかいうところでいくと、そういう家電とかを見て、あ、いいなっていうところでデザイナーの方々が選んでくれたアイデアですね。はい、今までのステップワゴンとかも、うん、穏やかな顔立ちで、先代型とかもスパーダが結構穏やかな顔立ちで出て、はい、それがマイナーチェンジになると、やはりメッキにこう移ってっていうことだったんですけど、はいはい、そのあたりはどうですかね。これ今回は定着するっていう感じでしょうかね。はい、もうこれでいきたいと。はい、これでいきます。なるほど、はい、確かに今ちょっとね、世の中が殺伐としてるんで、はい、そういうオラオラ系のものよりもこういったような穏やかな表情のものの方が街中の雰囲気も穏やかになるかもしれないですね。はい、であと大きく変わったところとして、このインパネのデザインも、はい、これもやっぱりスッキリさせたじゃないですか。はい、でこれは前はこう上下幅がかなりあって、はい、でそれなりに質感も高かったりなんかしたと思うんですけど、やっぱりこういう低く抑えた方がいいっていうことが、まあ、運転のしやすさ、まずはやっぱり運転しやすくないと車っていうのは、まずはそこが優先 でそこでじゃあどうやって運転しやすくていくと、やっぱりすっきりして、でやっぱり直線基調にすることで、車幅感覚とか分かりやすいとか、まあ、そういうところにこだわっております。もともとのスタイルにちょっと戻ったっていう感じですかね。前は2代目の段階ではちょっとこう、そうです、ただ2代目はやっぱり、ね、ごちゃごちゃしてたところがありますけども、やっぱり今回はこのすっきり、なんで横基調 の、うん、ものがテイストがいろんなところに入ってます。なるほどなるほど、はい、それとあ と、シートの座り心地なんですけれども、はい、前に比べるとちょっとこう柔軟な感じになりましたかね、その辺で座った感じがね。今回 のコンセプトにもありますように、ソファー、リビングにいるようなソファーっていう位置づけでやっておりますので、それに合わせたシートを採用しております。なるほど、ね、はい、あと助手席に前はスーパーロングスライドシートっていうのがあって、はい、真ん中に合わせてこうトライアングルに座れたりとかっていうのがありましたけど、あれは今回はなくなってるようなんですけど、あれはなんで？現行の調査したところ、まず、お客様はあまり望んでないっていうところと、それほどでもなかったっていう、うん、そうですね。なるほどね。で買ったお客さんもあれはあまり活用できてないっていうところがありましたので、今回はそれをなくすことによって、アシスタントの足元周りとかロングックスを大型化とかいう、そういうところを逆に良くしております。なる、あれ前はロングスライドがあることで、はい、前に寄るからグローブボックスはあまり大きくできなかったっていうのがあったってことですか？そうです、なるほど。でそれが今の段階だと、まあ、ロングスライドではないので、はい、そんなに前に寄せることもない、代わりにグローブボックスを2倍の容量に、はい、それと アシスタント席の足元の広さも、実と足元の広さも広がってるんですか？そうなんです、はい、全部がすると4名で乗ったり2人で乗ったりする時の快適性というのはかなり現行型になって上がったという、上がってます、はい、なので足元も広がってるし、カップホルダーの位置も見直してますので、こう膝に当たるところが実用ではなくなってるので、カップホルダーで使いやすい位置にしてますので、まっすぐに助手席の方も座りやすい形にしております。まあ、かなりいろいろなところが、その収納設備 の、はい、2列目リアシートのこう脇にボックスティッシュが入るところなども含めて、かなりいろいろな部分が良くなってるんですけれども、うん、その中で今回特に一番注目してもらいたいっていう部分ってどこですか？ね、一番注目してもらいたいのはやっぱりまず見た目、うん、見た目ですね。見た目重要ですか？見た目やっぱり買う人は見た目重要なの で、まあでね、ノーマルの良さ、カスタムの良さ、これはもう甲乙つけがたいぐらい、絶対的に、ね、あんまりこう誇示するような雰囲気ではなくなりましたもんね。はい、そういう意味では今までの常識をちょっとこう覆すような車で、またなおかつホンダの今までのフィットとかステップワゴンの流れにも沿った商品ということですから、ちょっとこう集大成的な感じもあるんでしょうかね。そうですね、上質な方向っていう、はいはい、他社のオラオラとは違う方向、オラオラっていうのは期待という、はい、これからたくさん売れそうなエンドボックスでございますんで、はい、何もっと言え。これよく売れてるのはとてもいいと思うんですけども、はいはい、4割ぐらいですよね、今国内でホンダの中で全体の4割ぐらいですよね。ちょっと多すぎたりはしません？そうでもないですか？
多すぎたりするから。難しい質問ですね。あのホンダの車全部売れるに越したことはないんですけども、まあお客さんが この NBOX を選んでくれてるっていうのは、あのやっぱり生活に馴染んでるっていうところがやっぱり一番大きいんだと思います。ですから今回乗っててとてもあのそのインテリアの例えば脂肪にしても、うん、あの壁紙風だったりとか、はい、要はリラックスできるっていう感覚が、うん、これが要はやっぱり我々の生活をよく見てくれてるんだろうと思うんですよね、はいはい、収納設備 で例えば子供があのミニカーでこういうふうに遊べるとかって、はい、ああいうところで一見すると些細な話なんですけれども、はいはい、よく我々の生活を見てくださってないと、はい、ああいうアイデアってのは出てこないと思うので、はい、まあ、そういう意味からするとその4割売れるっていうのはよくわかるし、はい、また他のホンダ車にもですね、ああいうようなその日本人向けの気配りみたいなものが入ってきてくれると、そうすると他のホンダ車もあのこう持ち上がってきてですね、それでバランスの良い売れ方になるんじゃないのかな、まあ、軽自動車は税金の安さがメリットですけど、今みたいに全体需要の4割近くって話になると、うん、また税金を増やすとかっていう話になるとですね、はい、そうするとかえってあの困ってしまう人がかなり出てくるだろうと思うので、はい、あのいい軽自動車作られたんで、今度はいい小型車普通車を作っていただけたらなというふうに思います。わかりました、はい、ありがとうございます。どうもありがとうございます、はい、一つ、はい、今回マイルドハイブリッド、ハイブリッドは採用してないんですけど、はい、まあ、他メーカーさんはこれからやると思うんですけど、はい、ホンダさんはないです。 NBOX は今回やらなかったんですけど、はいはい、理由ですか。はい、じゃあそこでちょっと伺いますね、はい、あの今回のパワーユニットというのは、はい、ノーマルエンジンと、はい、それからあとターボということなんですけれども、はい、あの他社だとあの、まあ、燃費の良し悪しはともかくなんですけれども、はい、あのマイルドハイブリッドを、まあ、かなり入れてくるところが目立ってきてるじゃないですか、はい、その辺の対応というのはどうなんですか。いわゆる電動化というものですけど、本当の電動化でいくと、これはまた次の話で、はいはい、期待してほしいんですけども、まず、ハイブリッドという意味でいきますと、実を言うと K でハイブリッドってあまりメリットが見出せないんですね、正直言うと、でマイルドハイブリッドも、まあ、悪い方すると、まあ、加速が出だしのところしか使えないみたいなところもありますので、はいはいはい、そういう意味でいくとうちもパワーユニットもそもそも、あのいいものがついてて燃費もいいので、そこはそういうところに頼っておりません。なるほど、はい、なるほど、なるほど、嬉しい。でこれから、まあ、その次の世代になると今度は本格的な電動車であるとか、はい、ハイブリッドが出てきたりとかっていう話になるという、またそういうのに24年度に N 版の、うん、はい、そうですね、それはもう出るっていうのはもう、はい、NBOX の EV が出る。それはまたあの今日はちょっと控えさせてください。はい、わかりました、はい、すいません、どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。先代型に比べるとですね、シンプル家電のような雰囲気のフロントマスクで、ここにこう穴がこういうふうにこう開いてるという、そういうリラックスできるようなそういう雰囲気の顔立ちになっています。それからヘッドランプに関しても、これもデイライトのライトと、それからあとここが方向指示器にもなるという、そういう流行りのデザインになってますが、全体的にこうシンプルな顔立ちになってます。そして車の全体のフォルムなんですけれども、これはあの従来型と同様に、まあ軽自動車ですからね、あの寸法等は変わらないです。細かなデータは現時点では出てないんですけれども、おそらくホイールベースもプラットフォーム共通化ということなので、先代型と同じく2550ミリという寸法になっていると思います。それからリアビューに関しては縦長のテールランプがついてて、これもすっきりしてるんですけれども、質感を考慮したような作りになっているということです。外観こんな感じですね。そして中を見てみます。ドア開けます。ドア開けますとかなり角度がついた形でドアが開けます。乗降性はいいですね。それで乗ってみます。ちょっとポジションを合わせますね。ポジションを合わせます。まず注目されるのがボンネットがですね、とてもよく見えるんです。で先代型も見やすかったです。それからただしそれ以上によく見えるようになりました。スーパーハイトワゴンの場合にはボンネットが見えない車種も結構あったりするんですけれども、これはかなり見やすいです。そして先代型はですね、ステアリングホイールの上側にこうメーターが見えるような形で、かなりこう上下幅がありました。でそれはそれで結構ボリューム感があったり、それから質感が高かったんですけれども、小柄な方がですね、やっぱり軽自動車のユーザーは多いです。公共の交通機関が未発達な地域で軽自動車を多く売られますから、高齢のドライバーの方も多いです。でそうなった時にですね、ちょっと着座位置が下がるとですね、そうするとあの前方が見えにくかったので、今
回は普通 の, あのメーターをステアリングホイールの内側に入れるデザイン、そして2本スポークのデザインですねにして、でそうすることによって今度はインパネの上面を真っ平らにフラットに仕上げました。でこれはあの最近のステップワゴンとかそれからフィットなどもこういうようなデザインになっています。そしてピラーは立てて、で前側のピラーはちょっと細めにデザインされていて、で手前側のちょっとピラーをちょっと太くすることによってですね、四角を抑えている、見えない部分を抑えているというそういう作りになっています。